中日 YouTube ドキュメンタリー予告編で柳が衝撃発言らしい。中日の公式 YouTube が25日から配信される今季を振り返るドキュメンタリー、トゥルース・オブ・ドラゴンズ2023の予告編を公開し話題を呼んでいる。選手会長の柳裕也の挨拶から始まる動画は、小笠原慎之介や石川昂弥らが登場、シーズンを振り返るインタビュー映像がふんだんに使用され、柳が「ピッチャーって勝ちがつくと全然違うんすよ、まあここだけの話しましょう正直」と話し始めたところで予告編は終了する。あなたが中日ドラゴンズに満たされる毎日みたいなボロッキ体できそうやん。トゥルーオブドラゴンズで草。絶対何時にネタ提供してくれるの確定案件やんけ。こんなの楽しみすぎるだろ。どんな吉にドラで満たしてくれるんやこの球団は。どうして燃料を投下してしまうのか。またなんか始めてて草草。ワクワクが止まらないんだが。こんなの面白くないわけなくて草。ドキュメンタリーまで撮っちゃってて草。自らネタ要素増やしに行くのなんなん。3つのエピソードからなる配信は本編75分に大島の2000安打達成時の映像など、おまけも57分とたっぷり、とんでもないボリュームで草。長すぎて草。おまけがもはやおまけのボリュームじゃないの助かる。たっぷりすぎるの草。長すぎて草。面白すぎて頭おかしくなりそう。チュニドラバブル来とるなマジで。また中日が面白いことしてるよ。トゥルース・オブ・ドラゴンズ2023、タイトルが何時のネタレスのセンスなんよ。確定演出で草。去年の近藤みたいに首脳陣批判っぽい。立浪のインタビューだけで一本公開しよう。オフシーズン早々に満たしすぎや。ちょっとはブレーキかけてくれんと何チーム供給方すぎて追いつかんわ。でもこれキュルースで副題ついてるあたり、散々ネタにされてきたことへの反幕の意味合いが強いんだろうな。立浪上げの内容になっている可能性が極めて高い。余計に面白くて草。中日が立浪を持ち上げる動画作るのもそれはそれで面白いだろう。というかむしろそっちの方が見たいわ。どんな持ち上げ方するのか。ヤバそうなのはカットするだろって言いたいけど、米騒動の件は公式 YouTube から発覚したんだよな。これを元にした再現ドラマ作ってほしいんやが。他球団ファンの嫉妬が気持ちいい。これか柳なんか闇落ちしてて草。悲壮感やばすぎやろ。どんだけネタ投下すんのこの球団。また中日が面白いことするんか。オフシーズンの絶対王者。米より面白いことはできないからセーフ。立浪編だけで3時間くらいの密着動画あっても全然見えるよな。チニドラドキュメントってそこら当たりのドラマより話の展開めちゃくちゃやからおもろいやろな。事実は小説よりもきなり。冗談抜きで毎日面白いことしてね。こんな球団初めて見たわ。再会のチニドラ見てそんなに面白いか。中日って誇張しなくても面白い。むしろ誇張しない方が面白いまであるからな。ドキュメンタリーが一番楽しめるタイプのコンテンツや。すげえなこの球団。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。